はい、続いてはダンロップさんのブースにやってきました。タイヤメーカーもあるんですね。はい、タイヤメーカーもあります。お、はい、うん、どんな感じで展示してるのか、じゃあちょっと、そうですね、展示ちょっと様子をフラッと、お、雰囲気もありつつ、なんか開放感があっていいですね。開放感がありますね。うわ、すごいかっこいい。なんかちょっとガレージ風な感じもありつつですね、はい、マットブラックで、確かに、おお、なるほど、すごい工場みたい。はい、あ、ブリッツさんのキャリパーついてますよ。あ、本当だ。こちらに先ほどの、すごい、あ、ライブペイントもやってます。だってライブペイント、すごい。あ、パフォーマンスのお時間もあったりするんですかね。へー、面白いですね。はい、いや、これ面白いですね。これはあれですね、藤木画伯にちょっといろいろ挑戦、後でやってみたい。挑戦していただけますか。いいんですか、そんな権利あるんですか、私に。うまかったら、あ、逆に下手の方が仕事になるかもしれないどっちですか。めっちゃ、そうっすね、やってみたい。めっちゃこう謎のモンスターとか、うん、待ってください、私の、さん言ってましたよね、待って、私の大好きなクラシックミニ、クラシックミニ、うわー、かわいい、やっぱ、かわいい、かわいい、もう、私の一押し。そう、でもやっぱりこう、運転がね、クラシックだと大変っていうのを聞いて、はいはいはい、ホイール、これがいいんじゃないですかこれにしようかな。はい、ノーマル、ノーマルかな。待って、タイヤの大きさもだいぶ違います。そうですね。クラシックはちっちゃいですからね。可愛、はい、それが可愛いんですよ。可愛いですね。はい、はい、というわけでホンダのブースにやってきました。はい、はい、ホンダは今回なんか大きな発表ってありましたか、ね。今日ですね、はい、先ほどからツイッターで発表があってね、はい、タイムラインにぎわってましたけど。2024年から参戦する GT500 車両が今日発表になりました。あ、もうじゃあ展示してあるってこと。展示してあります、ね、見れるんですか、じゃあ、はい、行きましょう。すごい、見たい見たい、はい、すみません、今回はホンダの梅村様をお呼びして、いろいろとホンダのブースの案内をしていただこうかなというふうに思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今回のちなみに目玉って何ですか、はい、これはもうもちろんさっきもうすでにちらっと見えたんですけど、はい、おりましたシビックのタイプ R GT ですね、はい、これが今回の目玉になります。お、じゃあぜひそこの車両の目の前まで行ってみますか。ぜひ、はい、ぜひ行きましょう。皆さん、ついに到着しました。お、え、ダメですか、はい、大丈夫です。こういうテンションで大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。到着しました、ついに。いや、私も楽しみにしてたんですよ、はい、見るの。はい、よろしくお願いします。今回その発表されたのがこの後ろにある新型シビックですよね。シビックのタイプ R です。今まで NSX からシビックに変わった理由というか何かあるんですか。あ、変わった理由といいますかですね、はい、まあ、NSX が、はいはい、これまで発表しておりましたけれども、はい、ね、NSX GT が2023年シーズンまで、はい、ということに決まりましたので。あ、そうなんですね、はい、2024年シーズンからはシビックタイプ R で参戦するということを本日発表させていただきます。はいはいはい、はい、なるほど。じゃあぜひゆっくり見ていこうかなと思うんですけど、なんかすごいですね。全然なんかシビックってもうちょっと大きいようなイメージがあったんですけど、 GT500 になるとまたこれもこれで低くてピタッとしてかっこいい車両になりますね。そうですね、はい、ただ今回まだですねコンセプトモデルでございまして、あ、はいはい、このままの形で出るっていうことではないんですけど、はいはい、この後熟成といいますか、はいはいはい、重ねていきまして、はい、最終的にはしっかりした車両を、はいはい、お披露目することができるかと思います。楽しみですね、はい、もうなんかぜひデビューウィンをしているところを見てみたいなそうですね、思いますけど、はい、やっぱりホンダさんですと以前 HSV に変わった時はデビューイヤーでシリーズチャンピオンを取りましたもんね。そうですね、はいはい、ちなみに今回そのシビックのタイプ R がベースになった理由というか、まあ、あとはそのベースになったことによって、まあ、新しく空力開発とかもおそらくするんじゃないかなと思うんですけど、そういったメリットとかっていうのは何かあったりされますか。そうですね、まあ、シビックのタイプ R っていうベースの車の良さも もちろんございますので、それを最大限引き上げていくというところで、まあ、これから頑張っていくところでございますけれども、うん、すごくいいものになるんじゃないかと私自身も期待をしています。楽しみですね。楽しみですね。もう23年を置いといても24年を走るのを見たくなってしまうぐらい、そうですよね、はい、ひときわこう輝いているというか。どうですか、藤木さんから見てこの新型の。いや、めちゃくちゃかっこいいし、私その、はい、スーパー GT のレースクイーンしてたんですけど、はいはい、離れてからもう5、6年ぐらい経つんですよ、はいはい、でなんかこう久々にこうスーパー GT のレースカーに会えて、すごいなんか
懐かしい感じと、はいはい、でもやっぱり新しいモデルだからもうなんか嬉しさが結構そうですよね伝わってますか私の嬉しさ出てます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 もう、 うわちょっと本当に感動してます、はいはい、ちょっとこれってあの今回このオートサロン用にもうコンセプトモデルで出してるんですよねそうですまだ完成ではないので、はい、コンセプトとしてそれってなんかその今回のオートサロン用のテーマみたいのってあるんですかオートサロン用のテーマといいますかあのシビックタイプ R で参戦させていただくというのを本日発表させていただきましたのであのまずはあのこちらのモデルでこの後実践していくということになるかと思います意気込みみたいな感じですねもう、はい、あれですよねすなんかチームで土屋さんが監修して作られてる車ですよね、はいはい、なんか発表が今日あるって聞いてなるほど1号車と2号車の、はいはい、その2号車がなんか今日お披露目みたいな、噂を聞いて、はいはいはい、ちょっと見ないみたいな全然勉強不足ですけどなんかぜひ見ましょういろいろ説明していただけると、はい、なんかそういう風の噂を聞いたんですけど、はい、私はでもこの NSX かっこよくないですかこのエアロパーツもまたマットになっているしこのまたカーボンじゃないですかすごい綺麗じゃないですかめちゃくちゃもともと攻撃的なデザインの、ね、形状してますけどより角張った形状でさらにこうとんがってる感じになってますよね別の車に見えなくもないぐらいなコンセプトカーっぽくないですか、はい、デザインが確かに確かにそうですよねこれが多分その作られてる1号車だと、はい、第1号これがそうなんですねこれが第1号ですかねで多分奥が2号なのかなじゃあなんかもう普通にスーパー GT に出れるんじゃないかってぐらいえ出れますよねこれも、はい、レース走れますよねだってこんな造形ノーマルしてないですよねこんな角張ってないですよねなんかレーシング車両ですねレーシングカーですねこれデザインが、うんファーストプロジェクトって書いてありますね。あ、本当だ。多分これじゃないですか、ねね、すこれですね。ね、これのことですね。へー、すごい。かっこいい。うまいなぁ。もうスーパーカーですよ。なんか人生で1回ぐらいはこういう車乗ってみたいですよね。もう後ろがもう完全になんか映画に出てきそうじゃないですか、すごいデザインが。めちゃくちゃかっこいい。すごいすごい。デザインこだわってる。マフラーって純正で4本出しでしたっけ純正これ、じゃないですよね。すごい。はぁ、すごい。なんかバックフォームみたいな位置についてますよね確かに確かに位置もそうでなんか素材感もなんか他のと全然違いますね、うん、違いますねなるほどおしゃれですねめちゃくちゃこれは86だなベースはどっちなのかな86ライトは86ライトは86ですね春日弘樹さん、かっこいいオタクなんで、はい二人ともオタクじゃないですか。いやもうやっぱそこはね、うわオタク肝って言ってもらわないと話は進まないですよね。そっか忘れてた。そうだ、藤木さんにしてほしいんだ。そうだ、気持ち悪いっていうの忘れてた。藤木さんはあくまでこう、ね、何も知らない手で質問してくれて、はいはい、それ何ですかみたいな。はい、その立ち位置がね。そうですそうですよね。そうすると山中さんが入る。何ですかこれ。すごいなんか、はい、今これ見ようかしら何ですかこれ今何に対しての何ですかこれかなと思ったんですけどあざっくりすぎました、はい、というわけで車の方見てみます、はい、でもこれやっぱり全部もうモデファイされてるっていう、まあそうですよね、見た目しますよねボンネット、バンパー、フェンダーあ書いてあるんですよボディーパーツ本当だ意識ですねこれねこうやって見るとすごいっすね、うん、別の車に見えますもんね、はい、一から作ってる感じですもんね、そうですよねもう本当にはいはいすごいやっぱりリアのもフェンダーの造形ももともとのノーマルのラインと見比べるとやっぱりもうレーシングカーみたいに張り出してますよね、うんうんうん、シートもなんか違いますよねもう違いますもんね、はい、かっこいいすごいこんな車もあるんだひろきさんもうリアを見たらもう違う車ですよフェラーリっぽくないですかあ一瞬ロータスエリーズかと思いましたあエリーズっぽくも見えますね確かにエキシージかなすごいいかついっすねだいぶいかついですねこのデザインはちょっとなかなかやばいもうなんかいかつい車見すぎてコメント何を言えばいいのかなっていうのが分かんないあすごいみたいな、ね、語彙力ちょっとなくなっちゃってますね語彙力がなくなりますねいやいやいやでもなんかこの辺りの造形はちょっと純正っぽさがありますけどねあまあまあまあ確かにここら辺とかね、うん、ちゃんと残すところは残してってことなんですかね、はい、残すところは残ってますよねそういういいところだけを取ってみたいなすごいなへえ。じゃあ藤木さん的ここが好きポイントありますこの車の。ああここが好きポイントですか。ここが好きポイント。はい、ここが好きポイントはそうですね。私割とシンプルな方が好きなんで、あこのやっぱ後ろ姿、こう
ここのこのラインからこの後ろ姿にかけての、はい、ダックテールのね、はいはいはい、このなんかラインが好きですね。なるほど。まあ、ゴツゴツしすぎないみたいな、ね、そう、あんまりこうなんかついてたりとか、はいはい、出っ張ったりとかしないでこうシンプルに美しいものが好きなんで、うんうんうん、なるほど、確かに確かに、はい、いいですね。いや、すごいですね。はい、ということで鈴木さんのブースにやってきました。はい、なんか鈴木さん今度はカラッガラッと変わってなんか雰囲気が自然を意識したり、匂いもちょっと違うというか、はい、マイナスイオン感じますね。自然を感じますね。そうそうそう、自然を感じます。確かに、なんか匂いがちょっとこう、うんうん、草木の香りがするみたいな、そういうコンセプトなんですかね。多分そんな感じがしますよね。今回見てるとあのモモクロの方がいらっしゃってるようなんですね。コラボですかね。等身大、等身大パネルじゃないですか。すごいおしゃれカフェとかいろいろ多分テーマがあるんですかね。テーマはありそうですね。なんかおしゃれですね。なんかキャンプとかそういうなんか印象がありますね。かわいい。確かにこういうのいいですよね。はいはい、すごい。私もこういうお店出したい。なんかキッチンカーじゃないですけど、はい、最近結構あるじゃないですか、出してる、はい、なんか車でも本当こういう感じで出せたらすごい大きいじゃないですか。キッチンカーでお好み焼きがやるんですか。なんでお好み焼きなんですか。なんでお好み焼き。やめてくださいよ。いやいや、そのツッコミを待ってたんだよね。臭くなっちゃう。臭くなっちゃう。確かに、こっちは結構キャンプみたいな感じですかね。まあ、アウトドア志向ですね。確かに。だってこれも黒いじゃないですか。あ、まあそうです、ね、なかなか純正で真っ黒なのないですよね。本当だ。そうですね。なんか鉄筋ホイールのイメージがありますけど、全然鉄筋じゃないです。鉄筋じゃないから。おしゃれな感じ。おしゃれな感じ。あ、すごい。まあ鈴木さんはこういった形でキャンプとか、はい、自然を大事にしたりとか、アウトドアを大事にしてるいいですね。印象がありますよね。なんかアクティブな女性向けな感じもしますね。そうですよね。こんな風に乗って欲しいなみたいな印象を感じます。まあまあ確かに確かに確かに、はい、続いてスバルブースにやってきました。はい、ヒロキさん、スバルブースですよ。そうですね、はい、あのお世話になった篠田さんもいらっしゃるんで、もう全てスバルのことだったら篠田さんにお任せということで、いろいろ今回聞いていきたいと思います。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。一応車両があるということで、一押し、はい、今年の一押しの車両ってちなみに何でしょう。はい、こちらにありますレボーグ STI スポーツシャープ、こちらをですね一押しとさせていただきたいなと思います、はい、かっこいい。というのもどこら辺がこう一押しっていう。はい、こちらですね、はい、レボーグの、はい、STI 仮想の特別使用車ということで、今日の11時に発表させてもらった。あ、じゃあ、まあ、発表したばっかり。ばっかりの。なるほど、はい、へえ。そうですね、もうもはやあのステーションワゴンっていう存在がすごく稀有なものになって、ね、はいはい、来てるんですけれども、はい、そんな中でもその走りの楽しさと、はい、あの安心を兼ね備えた1台となっています。はいはい、で、もうよくね分かってると思うんだけど、はいはいはい、どう、はい、あの走りのね、あのハンドリングの楽しさとか、はい、そういったものを、はい、実現するためのフレキシブルドロータワーバーっていう新しい機構をつけたりとか、はいはいはい、ボディのね、あのコントロールをうまく、はい、あのしていて、はい、どんな場所でも楽しく、あの刺激的に、走るような、ことができるような仕様になってます。なるほど、走りの楽しさと安全性とって全てを取り両立をさせながらっていう。そうですね、はい、それは誰が運転してもってことですか。そうですね、誰が運転してももう全然ね楽しんでバッチリです、はい、藤木さんから見て新型レボーグのこういうデザインとかって女性視点から見てどうでしょう。はいはい、あ、私あの以前にあんまりここがあまり好きじゃなかったんですけど、はい、あまり好きじゃなかった好きじゃなかったけどそ れ, あの、はいはい、それも含めてのやっぱりスバルだと思うので、まあ、そうですね、はい、そこすごくかっこいいなって思います。まあそうですよね、はい、スバルの特徴は上置きインタークーラーって言って、はい、なるべく重量物を中心に置こうっていうのがありまして、はい、開けようかじゃあ、はい、なのであ、じゃあしっかり開けてくれるので、まあ、スバルのこだわりポイントでもあるんですけども、はいはい、まあ、水平対向はもちろんのこと、まあ、インタークーラー、本当はインタークーラーって前に置く車両が多い中、はい、スバルは上にエンジンの上に置くことによって重心をこうなるべく中心に寄せるようにで、ドライバビリティというかその性能自体も最大限引き出すような構造にしているのも、はいはい、まあ、スバルの特徴。なるほど、だからここについてるってことですね。そうです、そうです。それが理解した上でだったらもう、はい、大好きになりました。あ、よかった、ありがとうございます。で、はい、ここに1本バーが通ってるんですけど、すごい位置についてますね。これが
あのステアリングをちょっと切った時にでもボディのね歪みっていうものをうまく補正して、はいはい、思った通りに曲がってくれるような、そういったちょっと魔法のパーツがついてたりします。魔法のパーツ、はい、すごいパワーワード出ましたね、はい、ですよね、運転がうまくなるんですよね。運転がうまくなるパーツなんですよね、そっか、運転がうまくなったように思えちゃうってことですね。そうそう、運転がうまくなる、うまくなる、ちゃんとうまくなる、ちゃんとうまくなる、思った通りのとこに曲がっていける、はい、それがどんな速度域でも、はい、実現するようなものになるので、これね一回本当は乗ってもらいたいっていう、そうですね、だから誰が運転しても大丈夫ってことですね。そうです、はい、すごい、はい、続いて東洋タイヤブースさんにやってきました。はい、はいはい、東洋タイヤブースさんはケンブロックさんがね、そうですよね、はい、1月2日でしたよね、はい、すげえショックで、はい、フーニガンの映像を中学校の頃から見て育ってたので、はい、初めスバルだったんで、スバル乗ってフォード乗ってやってたんで、なんかショックでした、ね、ショックでした。憧れの方ってことですね。じゃあそうなんです、来日もね予定されていた、いやそうなんです、東洋タイヤでデモランみたいなのもあったので、はい、すごい残念なんですけど、はい、まあでも今回ケンブロックさんが一応、ね、あれ本来乗る予定だった車じゃないですか。はい、この車ですね。そうそう、はい、あーそうなんだ、ぜひ一応その車を見ながらけれども、高内抵抗ないですよ、低いですよ。これちなみにあれですよね、電気自動車ですよね。はい、電気なんです。あ、そうなんですね、すごい電気自動車にも力入れてて、やっぱりその自動車系のアクション映像を撮るやっぱ先駆者的なところありますよね。かっこよくてやっぱりそれで憧れを持って、自分みたいなちっちゃい子供の頃に見てファンを増やすというのがものすごい、まあ、スター、自分の中でもスターですよ。そして今その中で次に似たのがこの東洋タイヤの R88 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 使ってましたよ、学生の頃ね、はい、暗号のようにも意外とすごいリーズナブルで、学生とかでも手が届きやすい。あ、そうなんですね。すごいでもデザインしてますね、これ見るとホイールだけデザインできてそして外せるんですね。じゃあこれどうついてるんですか、カバーみたいについてるのかちょっとわからないです、ね、カバーなんですかね、これは。すごい、これミスとか乗る予定だったんですね。そうなんです、いや見てみたかったんですけどね。実は2019年の道場走行でケンブロック選手の隣乗ってるんですよ。あ、マジですか、はい、本当ですか。取材で1回乗らせていただいて、はいはい、あの時の記憶本当に忘れないぐらい今も鮮明に覚えてますね、やっぱり。そうなんですか、余計に。じゃああれですね、そうですね、ちょっと本当に残念ですね。自分なんかラリーの会場でよく会ってたので、世界選手権出てる時にスペインとかでも会ってますし、はいはい、そっか、そう、なんかラリー会場にいるといるおじさんぐらいな感じと思ってて余計ショックなんですよ、親戚のおじちゃんみたいなイメージが結構身近な存在なんです、ね、なんかすごいショックでしたけど。ツーリスモの世界チャンピオンの、はい、宮園拓馬です。はい、トヨタ屋の宮園です。ケロックマさんですよね。はい、それ言ってもほぼ誰も分かんないですからね。ケロックマさんですね、はい、ケロックマさんです。誰か分かんないです、ね、はい、というわけで社会人になられて、はい、立派にスーツなんか着てしまって、はい、はい、今日はどんなお仕事されてますか。今日は、特に着られてます。特に着られてます、はい、いや、どんな仕事してるんですか。何してるんですかね。そうです、今日はここのトヨタイブースで説明員をやっていただいてますので、はい、車両のものとか、車両のものとか、はい、この宮園さんにおすすめする車が、はい、こちらっていうふうに聞いたんですけど、はい、さあ、こちらの車はコンセプトカーですか。はい、こちらはトヨタの GR86 なんですが、エアロを、S デザインさんっていう富山のですね、会社さんにですね、作っていただいたものになってます、はいはい。この車っていうのは、はい、もしかして D1 とかにも見ちゃう車なんですか。ですね、D1 とかではないんですけども、ドリフトをイメージして試着されたというふうに。ドリフトをイメージして作った車なんですね、はいはいはい、というわけで S デザインの佐野さんにこの車のデザインのコンセプトをお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。この S デザインさん今回作りました、GR86SD3 と申します、はい、これですね、従来 SD シリーズというのをうちで作ってまして、はい、ボディの内装もほぼこの車がわからないぐらいまで改造する
シリーズなんですけども、はい、今回 GR86 を作りまして、まあ、コンセプトが、まあ、ドレスアップのデザインと、まあ、ドリフト車の、まあ、なんか片パン車のミックスのコンセプトに今回作ってます、はい、なので前側はエレガントなフェンダーとかの、まあ、柔らかい感じなんですけども、後ろにフィニッシュ従って、まあ、ちょっと攻撃的に、まあ、コースにサーキット走るような形になってます、はい、なるほど。じゃあデザインともちろんその走行するような、なんていうんでしょうね、レーシング車両も両立したような、そうですね、デザインっていうのは、そうですね、なるほど。確かにすごいですよね、パッと見て初め何の車かなって確かにわからないですけど、よく見るとでも確かに残ってはいて、そうですね、はい、あのヘッドライトなどどうしても変えれない部分はもう変えれないんですけども、そこまでの部分はほぼ屋根以外は全部作り替えるんです。そうですよね、まあ、ほぼほぼなんか GT 車両みたいなもん、ね、そうですね、そうですよね、いやすごいな。なんか難しかったところとかあるんですか？そうですね、今の車はですね、ボンネットとかの高さが結構高いです、スポーツカーです、86です。なので今回それをいかに低く見せるかということをテーマに、このボンネットの高さは純正の GR86 よりももっと低いです。あ、そうなんですね。余ってる空間を全部埋めて、はいはいはい、下に下にって下げてるんです。へえ。それでさらにワイドな感じを強調してます。なんか下がってるんですけど、全然そのなんでしょうね、不自然感が一切ないです。そうですね、下がった分両方のこの端のフェンダーで肩を張って踏ん張らせてですね、はい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 、力強さを表してます。なるほど、すごい。 いやすごいですね。これ作るのにどれぐらいかかるものですか、ゼロから？これ、まあ、例えば今回のオートサロンに関してですけども、はい、企画が立ち上がってよしやるかっていうのがもう12月からなんです。あ、すごいですか。すごいです。1ヶ月弱でもう作ってしまうんですよ。まあ、なかなか そんなハイスピードでは本来やっちゃいけないんですけどね。いやいや、そうですよね、そうですよね。本当ゆっくりやりたいですよね。本当ゆっくりじっくりやりたいんですけども半年最低6ヶ月かなみたいな印象があって見たいんですけど、やっぱり、ね、本業やりながら小モデル作りながらってなると、まあまあ、どうしてもね、なかなか難しいので。すごいすごいデザインですね。お気に入りのポイントをぜひお伺いしたいんですけど。そうですね、SD シリーズは、車の心臓とは何かっていうのをテーマを今持ってたんで、それはエンジンなんですね、やっぱり。なので、ワン、ツーと今までの車はエンジンとか見えるように作ってるんです。で、今回も3はここにバナリガラスがついて、エンジンが見えるようになってるんです。まあ、やっぱりスポーツカー、車の、まあ、心臓、エンジンが心臓なんですけど、強調してますね。これはもうずっと続けてくる、まあ、うちの顔ですね。はい、MF ゴーストブースにやってきました。お、はい、MF ゴーストといえば今話題の、はい、今話題のアニメ化、アニメ化ですよね。はい、アニメ化。知ってます MF ゴースト、藤木さん。一応知ってます。あ、本当ですか。ただその読んでるかって言われるとちょっと自信ないです。あ、なるほど、はい、僕もまだ1巻しか読んでないです。だいぶスタートじゃないですか。全部読んでください、面白いんですから。あ、知ってます、はい、時間が最近山中さん読んでるんですか。はい、前巻買ってますから。え、すごい、すごいじゃない。本当に前巻買ってますから、はい、え、ちょっとあのヒロインの子いるじゃないですか、はい、ちょっと似てません？あ、似てるかもしれない。ちょっとちゃっかりなんかそこをやりたいみたいなところありますよね。狙ってましたね。狙ってますね、キャラを。狙ってましたね、ヒロイン役狙ってますね、はい。はい、OK です。はい、OK です。ありがとうございます。あ、コンセプト感もこれ そのまんまってことですよね。まあ、でも実際は、はい、あの前期型の86ですし、 GR じゃないんですけど、まあ、コンセプト感として。なるほど、なるほど、はい、されているっていう形。楽しみですよね。おー、ちょっとアニメ見たいですね。そうですよね、声優陣もなんかこの間発表されてましたし、発表されてましたし、また豪華でした。はい、豪華でしたし、音響監督は三馬さんでした。あのロードスターレースにも出ていた三馬さんですね、はいはい、三馬監督でございます。三馬監督見てますか。やってきましたよ、そうですよ。みんなでなので楽しみですね。アニメ化がね、はいはい、松戸市 MF ゴーストで、ぜひ皆さんも注目して見てみてください。一巻で終わらないように、はい、いやいや、一巻読んだだけ、これから二巻三巻続きますから。なるほど、たまたま一巻までしか読んでないっていうことですね、はい、はい、見ます、はい、というわけで皆さん、ぜひアニメ化も楽しみにしていてください。はい、はい。
はい、ひろきさん、マツダブースにやってきました。すごいですね、なんかマツダマツダでなんかまた他のブースはガラッと変わった印象を覚えて、だいぶ見えてきた。There we go, as we come in towards the later corner, and it's Subaru up the inside of Honda going through, and it's a fourth place. Perhaps to go the other way, and a big one there from Danny Thomas. What a move there, very, very confident from Danny. Is he going to be able to complete it though? He is. There you go, what a move from Danny Thomas. Voice off to close up as he comes into the centre and got the right to the car straight to the parking to the left hand side of the circuit. And let's see whether this is going to be an easy move. I think it will be for Team Toyota. Voice off they get through into the second and crucially back into the lead.公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。